北野しおりのリアルドライ。皆さんこんにちは、北野しおりです。こんにちは、佐藤美久です。さて、この北野しおりのリアルドライは、人気コスプレイヤー北野しおりちゃんと、私女優でタレントの佐藤美久の2人がコスプレというジャンルについてあえてラジオでお伝えしていく番組です。それではまずはじめに私たち2人の自己紹介をさせていただこうと思います。はい、皆さん改めまして、北野しおりです。千葉県出身で、現在大学で服飾の勉強をしながら、セリナという名前でゲームキャラを中心としたコスプレイヤーとして活動させていただいております。レイヤーとしての活動の記録はツイッター等に上げておりますので、ラジオをお聞きの皆さん、ぜひアットマーク SHIORIN523 で検索していただければ嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。皆さん、佐藤美久です。普段は女優としていろいろな映画やドラマに参加出演させていただいたり、ラジオパーソナリティとしてここ市川うらら FM さんで毎月第2第4金曜日夕方6時から佐藤美久の女優道という番組出演中です。そしてネット放送でピンクのウィッグに青の丸メガネ、カタカナ佐藤美久に扮してゲーム配信番組も毎月第1第3金曜日夜11時から担当させていただいております。私の情報は公式ブログやツイッターなどをチェックしてみてください。こんな2人がこの番組を進めてまいりますので、どうか皆さんよろしくお願いします。それではまず1つ目のコーナーは、乙女ロードナウのコーナー。イエーイ、楽しみ。私ありがとう。 このコーナーは私佐藤美久がサブカルチャー、特に腐女子を中心としたアニメオタクの聖地と呼ばれる東京池袋乙女ロードの毎月のトレンド動向などについて勝手に潜入し、その様子や変遷について私の独断と偏見でリポートしていくというコーナーです。ちなみに乙女ロードとは何なのかと申しますと、はい、東京池袋にあるサンシャイン60の西側の通り一帯にあるアニメなど、サブカルグッズなどを販売しているお店がいっぱい立ち並んでおり、お店の多くはですね、中古品などを扱っており、お店ごとにジャンル別にもなっています。それらのお店一帯が並んでいる通りを総称して乙女ロードというようです。そんな乙女ロードの今月のリポートをいつものごとく、独断と偏見、私の、事情で始めさせていただこうと思います。はい、さて、いきなりですが、今回はそれこそ、うん、私の事情の、ミッションがありまして、とあるものを新調してきました。なるほど。まずそれぞれのお店のね、今月の印象としては、スポーツアニメなどのグッズを扱っている店舗では、弱虫ペダルレーンとか、こうフリーレーン、ユーリオンアイスレーンと大きくね、うんうん、分かれておりました。で、同じフロアの一角に、全ておそ松さんグッズコーナーになっているんですけども、その一角からはみ出してさらに列になってました。はい、でその他にも 2.5 次元舞台や声優イベントのグッズもかなり増えています。いるように思いました。はい、これも前回の放送で、こちらも私の個人的な、趣味的コーナー、今月のおまけでもお伝えいたしました通り、私のお気に入りアニメの一つ、おそ松さんの劇場公開映画、映画のおそ松さんの影響もあるのかなと、お店でね、一人に遠慮してしまいました。ということで、はい、このコーナーオープニングでお話しかけました、私の事情、ミッション、はい、とあるものを新調しに行ったにお話をね戻します。このとあるものというのは実はウィッグなんです。はい、まあ、なぜ女優の、ね、佐藤美久がウィッグをって、ついに北野しおりに、ね、はい、インスパイアされて、はい、レイヤーデビューかというわけではなくて、はい、ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、私は普段女優タレントと活動以外にですね、カタカナ佐藤美斗という名前で、もともとは出演させていただいた映画の中の設定で、その役名役柄がカタカナ佐藤美斗ネットアイドルだったんですが、うん、まあ、あるご縁で、そのままの設定でゲーム生配信番組を担当させていただいております。そのカタカナ佐藤美斗の設定がピンクのウィッグの青の丸メガネ
がいわゆるキャラクターコスチュームになってるんです。でその今まで使っていたピンクのウィッグもですね、番組スタッフさんからちょっと替え時かなという話になりまして、うん、乙女ロードエリア内にあるアシストウィッグ池袋店さんにですね、はい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 、行ってきたというわけです。で先ほどからご説明させていただいております、そのネット配信番組限定キャラカタカナ佐藤美とのトレードマークピンクのウィッグですが、実際にね、はい、お店に行ってみて、実は初代ピンクのウィッグはですね、学生時代軽いノリでネットで買ったものでして、はい、あの実際ねお店で選ぼうとするとピンクって言ってもすごい何種類もあって、ね、結構悩んでから、はい、あの購入ねさせていただきました。でいざ配信の時にこのね新調したピンクのウィッグをつけてみると、スタジオ の照明と相性がすっごい良かったようで、はい、モニターや配信画面を見てみるともうその輝きが鮮やかで、はい、もう一目瞭然でした。良かったです。はい、でしおりちゃんがね前に言っていたあのコスプレにとって光は大事ですの言葉をね改めてものすごくあの実感しました。はい、新調したウィッグによってあの完成したカタカナ佐藤美ともですね、ぜひ皆さん覚えてください。はい、そしてこのピンクのウィッグね大切に使っていこうと思います。はい、はい、大切にしてください。はい、ありがとうございます。ようやってね本当にコスプレやん第一歩、天使の輪っかみたいな感じでね、はい、あのこう画面に映っててすっごい綺麗に、あ、よかった、新調したてだとやっぱり、うん、そう血艶がいいということですね。うん、ありがとうございます。はい、もうやはりですね、はい、もうここ乙女ロードはねこう夢とねロマンがあるというか、はい、もう本当にあのね激レアグッズとかねいろいろ見つけるたびに私もね皆さんも多分集まってくるんだなっていうふうに思いますし、私自身もですね行くたびにテンションが上がります。はい、なので、ラジオねお聞きの皆さんもぜひねこのコーナーを聞いて興味をね、持たれた方はぜひぜひ乙女ロードでテンションが思わず上がってしまう品々をですね探してみてください。以上乙女ロードNOWのコーナーでした。しおりのレイヤーあるあるのコーナーよっよっやったよっ新しい改めまして現在放送中の北野しおりのリアルドライ担当は北野しおりと佐藤美久でお送りしております。さて続いてのコーナーはしおりのレイヤーあるあるです。このコーナーはですね現在人気コスプレイヤーの北野しおりちゃんの独断と偏見でコスプレイヤーいわゆるレイヤーさんならではのあるあるを紹介していくコーナーですが、前回は別のコーナーロードツーブルガリアの拡大版ということで、はい、在日ブルガリア人つべたんさんをですねスペシャルゲストにお迎えしたので、この、しおりのレイヤーあるあるはお休みでした。なるほど。はい、ということで、前々回何をお話ししたかと申しますと、はいはい、レイヤーさんのイベントに参加する日からイベント直前まで編、お、はい、そういえばそうですね、イベント当日の朝のあるあるから始まって、はい、移動中会場最寄り駅到着して会場到着までね、あのしおりちゃんにねいろいろお話ししていただきました。そういえばそうですね。そうなんですよ。はい、でそれではですね、まあ、今回はレイヤーのイベントに参加する日からイベント直前編パート2、パート2についていろいろとしおりちゃんにお話しいただきたいと思います。はい、ではですね、あの前回のねリポートから数えて5番目なんですけれども、もう5番目そうなんだよ。はい、で、まあ、更衣室へまず、ね、はい、移動する、移動ですね、受付終わって更衣室へ移動、うん、そうですね、うん、ということで、はい、まず更衣室に入ったらこうなんか一番最初にすることってありますか？そうですね、更衣室、まあ、場所確保、うんうん、キャリーケース広げなきゃいけないから、うんうんうん、なんだろう、それなりに、まあ、不自由なく着替えられる場所確保するのと、うんうん、まああとなんだろうな、まあ、化粧から始めますね私は、うんうん、あ、一つ聞きそびれちゃった、どうぞね。更衣室ってどれぐらいの時間使える の、はい、そうそう、あのイベント開始の、まあ、大体1時間前前後、うん、まあ1時間以上、はいはい、1時間切ることはないぐらい前から開放してますね。うんうんうん、そう、で例えば、はい、10時のイベント開始って告知してあるイベントだったら9時から入れる。そうですね、9時ぐらい、まあ、8時45分とか。そうなんだ、まあ、そう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 、イベントと同時ではないですね。あ、なるほどなるほど。そう、しかも鍵とかもないから。あ、そうなんだ、まあ、そう受付して、まあ、うんうんうん、流れで
ボロボロ入ってく感じ。そう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 。で常にスタッフさんもいるから。あ、そうなんだ。 それはもう例えばイベント開始してから終了までずっといる感じじゃん。うん、ずっといる。そうなんだ。そうそうそう、なんかレッツ整備とかもそうだし、一番ピークタイムとかだと、うん、なんだろう、レイヤーさんっていうかお客さんを並べて詰めないといけないわけですよ、部屋の中に。そう、みんなさ無法地帯でさ好き勝手広げたら入れる人も入れなくなっちゃうから。そっかそっかそっか。はい、次のお客さんこの列お願いします、はい、何名様ですか、はい、みたいな感じで裁く人が絶対いるんだ。あ、そうなんだ。そうそうそう。やっぱコミケとかになるとだいぶやっぱ大変になってくるんだ。大変。なるほどね。大変だし、やっぱ規模が大きくなればなるほど、まあ更衣室もどんどん奥から詰めてて、そうですね、はいみたいな、出るのも逆に大変みたいな。そうか、そう、みんな気が合わるタイミングバラバラだから。そうだよね、人によってはだいぶ時間がある人もいるもんね。奥から詰めていくとはいえ、まあ3番目の人が早く着替え終わるわけかもしれないから。あ、そっかそっか。そうそうそう、そうなんだ。まあなんか私は着いてから、うん、まあメイク先にやるんですけど。あ、そうなんだ。はい、衣装を先に着る人もいますね。へえ、あ、そうなんだ。そう、なんでだろう、なんでかな。まあ、私はなんか衣装に化粧品ついたら嫌だから、まあ先に普段着のまま化粧して、あと衣装が露出が高い時もあるから、まあ、寒いなっていう感じで、そう先に化粧するけど、なんだろう。そうだよね、前々回の話だと、はい、もう行く来る時は行きはもうノーメイクっていうかすっぴんで行くんだよね。やばいですよ、マスク。でここに更衣室ついてからメイクよね、はい、それ一応メイクが先、ね、そうそうそう。私なんか冷暖房完備のとこが大体なんで、まあ夏場とかだと暑い、そうだよね、から、まあ、移動の熱を冷ましつつ化粧しつつみたいな。そうだね、汗もね引いていかなきゃいけないからね。そう、崩れが、崩れちゃうので、うんうんうん、まあなんか私はこう化粧先って言ったんですけど、まあ、中にはパンイチの人もいますね。え、なんか女子しかいないんで。あ、そっか、女子更衣室男子更衣室って分かれてるんだよね。そう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 、更衣着替えるんで分かれてる。しゅうちゃんはパンイチで行きますか？あ、私はそれは無理ですね。なんか意外とちょっと乙女なのでよかった。なんかパンイチにヌーブラって人もいるし、なんか結構自由だな。確率的には結構いるんですか？いや、そんなにいないけど、まあいるとおパンイチだなみたいな。堂々なの？たまに目つく、堂々堂々。すごいわ。なんだろう、すごい。衣装、そう、衣装もね、結構なんか着づらかったりとかするんですけど。はい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 。トイレとかも、トイレとか不自由だなって思うんですけど、うん、衣装着たまま行くの？あ、全然行く、全然行く。てかもう衣装着たままじゃないと何着てトイレ行くの？そう、全然。例えば着る前に、前準備としてトイレ先に行って、まあ、できれば着る前に行きたいけど、やっぱりトイレ行きたいっていう気持ちは突然湧き起こるわけじゃないですか。あ、そう、そうだね。だから全然不自由な衣装だなって思っても、まあトイレは行きます。そっか、イベント中にトイレ行きたくなる場合もあるからね。そう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 。特に夏場なんか水分めっちゃ取るからね。いや、そうなんですよ、うん、なんか、そっか、そうだし、なんか更衣室の中って、まあ、みんな化粧するのにも着替えるのもすごい必死だし一生懸命なんですけど、7割喋ってます。7割はまあいろいろな話をしてるわけですよ。あ、そうなんだ。はい、更衣室の中って結構いろんな話いろいろあちこち聞こえてくるし、なんだろう、まあなんかいろいろありますね。なんその意味深な感じは。着替えてるからわかんないけど、うん、話聞いてると、うん、あの人知り合いかもとかよくある。着替え、あのね、すっぴんだしね、ウィッグかぶってないし。それはなんか前回というか、う、人とこう一緒に会う時に顔がわからんかないっていう、ね。顔がわかんない。そうそうそう。すっぴんだとなおさらなんですよ。うん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 、だからなんか結構聞き耳立ててると、うん、いろんな話聞こえてきて楽しいですよ。そうなんだ。はい。へー。なんかやっぱ今日何やるっていう最新の話題も全然するんですけど、うんうん、え、じゃあさ、はい、まあどれぐらいの割合で喋ってる人？いや、7割喋ってる。あ、一人で来てるとさすがに一人ごとになっちゃうんで。一人の人もいるのか。一人の人全然いますよ。あ、そうなんだ。そうそうそう、そっかそっか。私大体友達と行くんで、友達と、うんうん、まあたわいのない話してるわけなんですけど、うん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 、話してると結構やっぱ準備めちゃくちゃ時間かかりますね。あ、そうだよね、はい、やっぱガールズトークって話咲いちゃう。一人だとさっさっさっとやってね。そう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 、一人だとねめちゃくちゃ早い、半分、いつもの半分ぐらいの時間で終わるんですけど。しゅうちゃん一人で行ったことあります？あ、うん、あります。 あるんだ。 1、2回ぐらい。あ、へー、孤独ですよ。忘れ物してもね。あ、それもね、またね、助けてもらえない気持ち、孤独と戦う朝の時点で、はい、なんだっけ、忘れ物ないか。あ、そうそうそう、
キャリーケースを見つめるっていう、まあ、そう、電車の中で気づいてもね結構助けてもらえないんですけど、一人だと電車の中でこう LINE、そうそう、ツイッターとかで、そうそう、これないですって言うんだよね。なんかだんだん私もなんかなんとなく分かってきました。そう、キャラの衣装の話とかもするし、情報交換の場でも、場っていうか情報交換するタイミングでもあるから、まあ値段とか購入先とか、ああそこのところは いくらいくらだ、え、 そんな安いのとか、ここの業者は良くなかったクソみたいな、そういう話とか言わないの、制作のここ超大変だったわみたいな話もするんですけど、まあなんだろう、プライベートの話してること多いですよ。あ、そうなんだ。あ、でも大体でも友達同士で来てるって話だからね。はい、まあなんだろう、コスプレする友達といえども、まあ、プライベートの話も全然するので、うんうんうん、まあ、愚痴や文句、日常生活の、でもじゃあその愚痴や文句の中にもさ、はい、制作の苦労とかさ、はい、こういろいろさ、もうあれ本当に嫌だったなっていうのがあるわけでしょ。 ありますね、ありますね。あそこ行ったらあれ売ってなかったとか行ってんのにない、そう、行ってもない、なんだよっていう、そう、あと恋愛の話とか彼氏の話とかもね、結構あちこちから聞こえてきますよ。そういう話もするんだ。はい、男性関係の話、女性関係の話、いろいろ身の回りの出来事を。結構なんかシビアだね。シビアですね。結構奥深い話までするんだ。何でもしますよ。へえ、なんか意外。関係性によりますけど、だからなんか結構アニメの話とかするのかなって思っちゃった。あ、まあ知ってる人もいるけど、うん、必ずしもアニメの話してないよ。ただ聞き耳立ててると結構面白いですよ。おへーみたいな。耳ちょっと大きくして。そう。一人で行くとね、無言の代わりに人の話聞いてますからね。あ、そっか、よく聞こえるもんね。うん、聞き耳立てちゃいますよ。ね、あの人何言ってしゃべってるの。そう。あと恋愛さんってね、自分に自信なかったり、容姿にコンプレックス持ってる人多いかな。写真を受け取るわけだから。そういう話してる人も多い。そうだね、キャラによってはやっぱ鼻高いとかね、顔のここがこうみたいな、輪郭がこうとかね、そう、結構コアな話がね、声質に溢れてますよ。それはそれでやっぱレイヤーさんあるあるですよね、はい、あるあるです。こうしなきゃいけないところがあるとかね、そう、ここ直したいとかね。あー、なるほどね、そうなんだ。でまあそのいろいろ話していく中で、はい、例えばなんだろうな、次どこ行くとか、はい、あ、その場で決めるの。そうですね、なんか今後の予定とかも話すかも、うんうんうん、え、次じゃあここのイベント行こうよとか。あ、その場なんだ。結構その場、うん、その場だよ、その場。え、その場その場その場で続いていくの。あ、まあその場その場で続くとも限らない。ちゃんと計画性を持って、うんうんうん、まあ計画立てるんだけど、うん、やっぱ一緒にイベント着慣れてる友達とかといるわけだから、はい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 、結構軽いノリで、え、今度これやるか、今度これ行こうよみたいな、コミケ何するみたいな。そうそうそう、そうなんだ。そう、あとコスプレしてる作品、アニメの話は、まあ、うん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 、自分が今コスプレしてる作品の情報とかも話すよ。この前あの、あ、ミクちゃんが乙女ロードナウで言ってるみたいな、この前あのグッズ、あの、あんだけ買ったけど何も弾けなかったとか、うん、そうそう、推し出なかったとかね、あれ出るからあれ予約しなきゃ、フィギュア予約しなきゃみたいな、お金ないみたいな、お金ないのに買わなきゃっていうね、オタクだからちょっとお金ないみたいな、うん、よくある話ですね。よくある話です。私も結構アニメオタクの友達いますけど、お金ないのに買おうとしてますからね。そう、オタクってね、常に貧困にあえいでますからね、本当に。なるほど。そうで、でまあ、はい、今後の予定とか、はい、まあ、制作のポイントとか言っていくわけで、はい、まあその中で、まあ、ちょっとねお話ししてた中で、はい、こう意外とさ、こうカメラマンさんのこうなんか、はい、悪口、はいはい、とか評判とか評価っていうの話題にはなんないんだね。いや、うん、なんか、え、なんだろう、結構別の人種っぽい感じ。え、そいつの中にはいないから、カメラマンさんって。そっかそっかそっか。だけど、まあ、なんだろう、そのカメラマンさんが綺麗に撮ってくれた写真、うん、綺麗に撮ってくれるであろう写真目的で来るところもあるから、やっぱ一緒にイベント盛り上げてる人っていうか、まあ参加者って感じ。悪口ね、そう言わないよ。あ、言わないって、うん、言わないですよ。あ、なるほど。一緒に参加してるわけだから、うんうんうん、カメラマンさん、カメラマンさんいないと暇なんだよね。そうだよね。そうそう、撮ってなんぼっていうか、撮ってもらってありがたいっていう風に思うもんね。そう、なんかこの前のあの人の写真良かったとか、そういう話はするんですけど、まあ、別になんかそんな悪口評判はしないかも、はい、あ、ありがとうございます。そう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 、そういう意識の人がほとんどだと思いますよ。はい、
わかりました。はい、すいません、なんか変なこと聞いちゃいまして。皆さんいかがだったでしょうか。はい、さていよいよ次回はですね、イベント中あるあるについてまたまたね、しおりちゃんの独断でいろいろリポートしていただきたいとね思ってますけれども。あれ、はい、さあみくちゃん、はい、前回コスプレイベント参加するから、うん、みくちゃんもリポートできるようになるんでしょうか。どうですか。まあまあいやいやね、しおりちゃん、まあ、リスナーの方がね、まあ、誤解されるとちょっと困っちゃうので。困りますか。改めてね申し上げますけれども、はい、確かに前回のね放送でしおりちゃんから次のイベント一緒に行こうよとね、はい、みたいな話になりましたけれども、現地取りましたよ私。はいはい、それはあくまで見学です。見学。そうなんですか。はい、そうです。ラジオね、お聞きの皆さん、誤解のねないようにもう一度お伝えいたしますが、はい、佐藤美久は今度しおりちゃんが参加するイベントに見学しに行きますので。そうなんですか。私てっきり一緒にコスプレするもんだと思ってました。早い。本当に、うん、あの最初はやっぱりあの参加への第一歩、ま、そうそう、周り見せて、見学、そうそうそう、そうですね、一緒に行きましょう、うん、まあしょうがない、うん、まあ、見学から、うん、まあしょうがない、ちょっと腑に落ちないところあるんですけど、うん、うん、ちょっと怖いなその話、うん、まあねそれはおいおい。はい、わかりました。はい、でまあなんかねちょっと、まあ、気になりますけれども、はい、まあそんなことより、はい、はい、締めて、締めます。はい、ありがとうございます。はい、締めて、はい、いろいろ決めますけれども、はい、以上、しおりのレイヤーあるあるのコーナーでした。皆さんなんともうエンディングが近づいてまいりました。北野しおりのリアルドライ、皆様いかがだったでしょうか。今回は時間の都合でロードトゥーブルガリアのコーナーはお休みでした。ただ先月ゲストに来ていただきました番組公式サポーターにご就任していただいたつべたんさんなんですが、はい、2月24日放送の YouTube にアップされているこの番組、うん、再編集映像配信版をご覧になられた方はお分かりかと思われますが、はい、つべたんさん無事にですね、東京のタクシー会社に就職が決まられたようで、おめでとうございます。おめでとうございます。よかったよかった。でこれからはですね、はい、あの日本で観光タクシードライバーを目指していかれるそうです。つべたんさんおめでとうございます。おめでとうございます。またこの番組にねまたぜひゲストとして来ていただきたいです。はい、ぜひぜひ。はい、そしてこの回2月24日放送分の再編集映像配信版はとても人気があるらしくて、はい、番組スタッフに聞いたんですが、うん、なんとブルガリアでもたくさんの方にご覧いただいてるみたいです。はい、ありがとうございます。つべたんさんのおかげでもあります。じゃあさ、はい、あのまあ、あのそのつべたんさんいらっしゃった時の回に、はい、あのまあ、メッセージというか、はい、ブルガリア語練習したじゃないですか。覚えましたね。覚えましたよね。じゃあそれをねまた今回ね、はい、もう一回言わせていただこうかなと思います。はい、ではいきますよ。せーの、モーラピザポテクレパタ、イエーイ、よしよしよろしくお願いしますみたいな感じですよね。よろしくお願いします。応援してくださいという意味だそうです。はい、あ、応援してください。そうそうそう、失礼しました。はい、ブルガリアの皆さんにですね、はい、この私たちの熱意ね、まあ、伝わったのかな。伝わったと思います。まだね、まあ、行けるといいなっていう部分で。いや、私行く気ですよ。あ、すごい。はい、私行く気満々ですよ。なるほど。はい、またね、なんかこうダンスね、はい、あれホロっていうらしいんですけど。あ、そうなんだ。そうそう、あのダンスもっとブルガリア語覚えて。あ、そうだね。はい、もっとブルガリアについて知っていけたら。うんうん、私も頑張ってね、はい、行く気満々なので、はいはい、ではですね、はい、そして先ほども申し上げました通り、はい、この番組はですねラジオでお聞きいただいている、他にですね、はい、番組終了後、約1週間程度で再編集映像配信版として YouTube にもアップしていただいておりますので、はい、リアルドライが動画で検索していただきますと、はい、過去のすべての放送回がご覧いただけますので、ぜひ一度ご覧いただければなと思います。はい、そして我々二人の活動も、ツイッターやブログなどを検索していただければ嬉しいです。はい、そしてこの番組をお聞きの皆様のご感想ご意見もどんどんお待ちしておりますので、こちらのアドレスまでお願いいたします。はい、メールアドレスは info@plus-vox.com info@plus-vox.com 北野しおりのリアルドライまでお願いいたします。はい、それではまた次回お耳にかかりましょう。皆様のお相手は北野しおりと佐藤美久でした。ではまたお耳にかかりましょう。